アメリカ大陸に最初に移住した人類である可能性が高いとされるアメリカインディアン、いわゆるネイティブアメリカンの人々。伝統的な理論では、後期氷河期の時代に海面が大きく下がったため、現在のシベリア東部とアラスカの間にあったベーリング地境を渡り、アメリカ大陸に到達したとされています。そしてその人々が1万3000年前にクロービス文化を形成。それこそがアメリカ大陸で栄えた初の文化だと考えられていました。ところが先日、オレゴン州立大学教授ローレン・デイビス氏がアイダホ州のクーパーズフェリー遺跡から石器を発掘し、それらを放射線炭素年代測定法で測定したところ、多くが1万5000年から1万6000年前のものであることが判明しました。ニューハンプシャー大で地質学を研究しているレスネク氏は今回の発見について、これは本当にエキサイティングです。北米における最も古い人類の痕跡の一部であると思われますとコメントしました。またアメリカ大陸最初の人類が氷に覆われていない陸路でやってきたという考えは基本的には排除されると考えられますと話しています。1万6000年前のベーリング地境はほとんど氷に閉ざされており、人類が移動できる状態ではなかったと考えられているためです。レスネク氏はアメリカに最初にやってきた人類は氷のない陸路ではなく太平洋沿岸を通ってやってきたのではないかという説を提唱。太平洋沿岸なら約1万7000年前頃には氷が溶けていたので、アメリカにやってきた最初の人類はこのルートを船で通ったのではないかと述べています。アイダホで出土したそれらの石器が北海道東北部にある白滝遺跡で発見されていた同年代の石器と非常によく似ていることも判明。今まで考えられていたものよりさらに古い石器が存在し、しかもそれらが日本のものと酷似していることから、複数の海外サイトが初めてアメリカ大陸を発見したのは日本人の可能性があるという内容のタイトルや見出しをつけて記事を配信しています。科学誌サイエンスに掲載された新たな発見に米国人も興味津々のようで、日本人とアメリカインディアンの相貌が似ていることなどを理由に多くの方がありえるのではという考えを見出しているようです。さて、どのような感想や意見が寄せられていたのでしょうか。ネイティブアメリカンは日本のアイヌ人の末裔という可能性はある。それぞれの顔立ちは驚くほどよく似てるからね。ネイティブたちの古い言語についての知識は少ししかないけど、昔からアメリカ北西部やアラスカの地名には個人的に興味があった。驚くことに日本人が発音しやすい名前がやたら多いんだよ。ネイティブアメリカンの祖先が東アジア出身ってことは前から遺伝子検査で分かってたよね。ズニ族はずっと前から他の部族とは異なる特殊な言語から元は日本からやってきたのではないかと推測されてた。日本語に聞こえる単語は一つや二つじゃないんだ。時には意味まで同じだったりする。アリューシャン列島は北部日本からアラスカまでつながってた。島伝いに移動することができたんだ。こういう説を聞くたびに疑問だったんだけど、逆にアメリカ大陸から東アジアに渡った可能性は全くないのか？どの文化の頃なんだろう。縄文か弥生か、それより前か。確かアイヌが日本の先住民族だったはずだが。これから君はどこ出身って聞かれたら日本だよって答えることができるな。なぜアメリカ人はこぞって忍者や侍になりたがるのか、理由がようやく判明したよ。
ラコタ語の文法を見ると納得できるぞ。少なくとも言葉の響きは日本語にちょっと似てるんだよ。アラスカのイヌイットと北海道のアイヌは遺伝子的にかなり近いものがあると思ってる。アメリカ大陸の発見者が日本人である可能性は普通にある。時間と新たな発見がいずれ真実を教えてくれるよ。海外のコメントは以上になります。とても興味深い内容でしたね。自分のルーツもたどっていくと意外な結果が待っているのかもしれないですね。なんだか不思議な気持ちになりました。皆さんからも感想やご意見がいただけると嬉しく思います。また動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。明日もまたお待ちしてます。